おはろー、こんばんちゃん。永井マリエ TV の永井マリエでーす。イエーイと、なぜかいる相棒の福丸でーす。ピコ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 ー。うしゃぎ、おじょうろしー。今日は本日、王道のミートソーススパゲッティを作ります。なんでさ、ちっちゃくここでお手をしているの？まず最初に野菜をすべてみじん切りにするって書いてあるので、みじん切りをすべてしていきます。最初に玉ねぎを1個みじん切り、半分に切って、ヘタを切って、ヘタを切って、ヘタを切って半分にして、で、あ、こう繊維学びましたよ、ちゃんと。私はマナの女、繊維に逆らわないように切る。でもみじん切りだよ。あ、バリバリ逆らうやん。でもさ、切るスピード速くなってるよ。うんうん、親指が怖いけど、親指しまってほしいけど。どうやって切る？あ、そうやって切ってほしいけど。でーん、みじん切り、みじん切りに切っていく。人参、あ、これが怒られるのか。そう。やっと学んだか。でもこれ、こっちパンって切れそうじゃん。重力で、剣で、刀で滝を切るみたいな、あれじゃないんだよ。猫の手をして、みじん切り、みじん切り、これでいいのかな。うん、みじん切りじゃないね、それは。多分もう一回縦に切ってから切った方が良かった。こうして、そうそう、これはちょっと置いといて、うん、ちょっと撤収させて、うん、こうして、そして、こうして、あ、まあお好みで、こうして、あ、どんだけ細い切るの。いいこと思いついちゃったと思って、こうして、で、こうか。うん、あ、違うよ。ここ一でかい声が。違うよ、違う違う違う。普通に縦に切れば切れるでしょ、それ。縦にだってさ、長いよ。後で切ればいいじゃん。こうするの？うん、だって長いよ。これみじん切り？みじん切り、わかんないけど、でもさっきのは絶対やめた方がいいよ。怖かった。なんか動画を気にして今まで慎重に切ってたけど、だんだんガが出てきた。いや、びっくりしすぎて画角とかもうどうでもいいって思っちゃった。なんかサイズの違う人参が出来上がってしまったな。次にピーマンもみじん切り。ミートソーススパゲッティってさ、みじん切り好きだね。好き、うん、好き、うん。これまず洗いますね。はい。ですね、頭よい。でもこっちの方が安定するけど、これは絶対怒られるから。じゃあこれだってこれ転がるじゃんね。転がりません。え、待って、ヘタ取んなくていいの？いいよ。一回切って、でそこでヘタ取る。これさ、うん、重ねてさ。怒られますよ。重ねてさ、いっぺんに切ればさ、4回やんなくて済むんじゃね。もうまあいいけど、お母様に怒られるんじゃないかな。楽じゃない？一刀流、いやいや、手気をつけてね、本当に。こうやって引いた方が切りやすい。うん、指で押さえないでね。指で押さえない、かわいい。どちらかというと第2関節ぐらい。第一関節で押さえるイメージ。確かにトントントンでしょ、うん、食べれない野菜なんだった？なかった。おお、あ、しめじです。あ、しめじか。しめじちっちゃい頃からだね。うん、うーん、ちなみに質問しといてなんだけど、私思い出せない。は執着点よ。でもキャベツのみじん切りを
おやつとして食べてた。先に玉ねぎを炒めます。はいって思ったんですけど、見てください。ふんふん、やらかしまるさん。ねえ、一緒にいちゃった。まあでも多少の犠牲はつきもの。玉ねぎがしんなりきつね色になるまでって書いてあった。これ料理できない人みんな共感してくれると思うんだけどさ、きつね色って茶色と何が違うの？飴色ときつね色とさあるじゃん、うん、あれ何？飴色もきつね色も茶色じゃね？茶色までいったら焦げなんじゃない？よく調べないと。僕らは生まれてくる。いい感じに多分色が変わったと思うので他の具材も入れてきます。じゃあ間違えた、他の野菜も入れてきます。炒められてる玉ねぎと炒められてない玉ねぎ。次に豚ひき肉を入れてお肉がパラパラになるまで炒めます。入れ方よ。雑すぎない？あらら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 、お前はこれからミートソーススパゲッティになるのさ。どんな気持ちだい？熱いです。なるほど、弱火にしてやる。肉がいい感じにパラってきたので、パラ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 、はい、肉がパラついてきたのでトマトジュースを 200ml 入れます。テレテテテン、モザイクがかかっているかと思いますが、カットトマト2つ入れていきます。はい、砂糖を大さじ2杯入れます。大さじ2杯、1回、2回、なんか2杯目ちょっと量多かった、もしかしてちょっと多かったヘペロ。はい、いい感じに煮込みつつ、30分煮込みました。煮込んだので冷凍コーンをお好みで入れるって言ったので、お好み入れる。あ、なんか落ちたぞ今。コーンが転がってった。コンコンコン。え、ちょっとカメラこっち向けて、今可愛かったのに。私中濃ソースを大さじ3杯入れるので準備して1杯目、2杯目、はい、3杯目、はい、ケチャップを大さじ5杯。こういうところでさ、こういう絞り方でさ大型が出てしまうと。あ、待って、 1,2,3,4,5、3以上入れてしまった。まあ、ご愛嬌。いいのか、それで。で、よく煮る。5分ぐらい煮ていいのかな。うん。うん、難しいっていうより、大変、うん。煮込むのが大変。木の前からだってすぐ逃げたくなるもん。なんか他のことしたくなっちゃって。でんて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 ん、混ぜ混ぜの踊りの舞。あなたにミートソース。パスタを茹でていくんですが、パスタをこんくらい、本当はさキャップ一つ分ぐらいなんだけど、ちょっとそんなに食べれる自信がないので、こんくらいで8分茹でていきます。開始。塩を入れてください。どこに？え、パスタ茹でる。え、なんで？え、塩入れるでしょ、パスタ茹でると。了解。パラパラ。あ、もういいっす。あ、もう結構入れた。わかんない、それがどれくらいあるのか。で、
ヨダタイくん、麺がくっつかないように。ちなみに永井まりえは画面の外。タイマー終わったので火を消します。こっちのソースの方に最後の仕上げでとろけるチーズを入れます。え、このさ、有名料理店みたいにさ、こう箸の持ち方、体ごとひねってた今。え、私が、うん、あ、ひねるんじゃなくてあの指、あの、なんでもないチーズの、あ、なんかいい、なんかすごい、あ、いい感じだね、なんか、うん、あ、チーズね鶏の相手だかと思った。でいいんじゃない？オッケー。うん。じゃあこれを盛り付ける。火を止めてね。はい、火を止めます。なんか思ってたのと違う。なんかさ、カツラみたいになっちゃった。なんか全然思ってたのと違うんだけど。何が？なんかトローンってなるのかなと思ったら割と塊。こんなもんで実食に行きますか。はい、レッツゴー。じゃじゃーん、ミートソーススパゲティできました。くるくる、くるくるタイム、どうなんだろう。いただきます。長いな。暑いんだよ。暑いんだよ。ちょっと酸っぱい。あ、まだ酸っぱいの？まだ酸っぱいの？え？なんかいつも食べてるミートソースに比べてちょっと酸っぱい。え、ちょっとさ、チャムちゃんも食べてみてよ。なんかわかんない。これが普通のミートソースなのか。長井家の食事って結構普段と比べて甘かったりするのよ、うん、あのお子様向けっていうの、要は、うん、だからこれが普通のミートソーススパゲッティなのか。でも私が普段食べてるミートソーススパゲッティに比べてちょっと、あー、酸っぱい。割れます。酸っぱい。甘い。あれあれ、甘い。でもちょっと酸っぱいよ。僕も食べてみる？食べれないけど。え、うん、甘いよ。難しい。本当に難しい、これ。でも麺の硬さは、うん、ちょうどいい。ちょうどいいと思う、うん、私も麺はめっちゃ好き、うん、でしかもさっき塩を入れたから味がしっかりしてるね。ほら、パスタに塩入れるなんて初めて知った。常識です。初めて知ったんだよ私は。うん、初めて知って、え、服知ってた？知ってたよね。くまる知ってたの？あら、知ってるよ。マジ？賢いね。え、マジ？今回は精神誠意込めて一生懸命作って煮込ん、もうだって1時間も煮込んだけど、これってことは普段の食べてるミートソーススパゲッティ結構茹でてるってことが分かりましたね。福丸、炒めてる、炒めてる、煮込んでる、煮込んで、うん、まだ長いまりえの挑戦は続きます。よかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。ってことで、また来週土曜日お会いしましょう。長井まりえと福丸でした。バイバーイ。ハハハハ。